はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。今回の配信なんですけども、何でしょうかね、心が躍るっていうんでしょうかね、非常になんかこう嬉しい情報というか舞い込んできておりますよね、というような配信でございますので、お見逃しなく、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では始めて参りましょう。ちょっとまだ鼻声な感じしますね。聞き苦しかったら申し訳ございません。皆さん、ご存知の通りですね、多くの、もう本当に多くのですね、ポケカに変化の時期が訪れてきております。大抵が元旦からですので、まだ2週間程度ではございますから、確定とまでは言えないんですが、これだけ複数のカードたちに変化が生じているとなると、明らかにたまたまではありませんよね。まだ欲しいカードを手にされていない方は、そろそろお考えになった方がいいのかもしれません。それだけ大切な切り替わりとなる貴重なタイミングだと、コロム氏は考えております。そんな中、グラフの角度だけではなく、価格を動かしてくるのは、昨年の高騰時期に盛り上げてくれたカード、そして下落してもなお、ある程度の価格を保ち続けているカードたちですよね。まあ、それはそうですよね。同じ 10% の変化でも、5000円のカードと5万円のカードでは、動く価格は全く違いますからね。まずはね、その代表格を見ていくことにいたしましょう。トップバッターはこちらです。ブラッキー VMAX の SA でございます。2021年5月28日発売、 EV ヒーローズに収録されていた、レア度の表記は今は無き HR でございます。まず、ご存知の通り、 EV ヒーローズというパックはそもそも人気のあるポケモンカードの中で、さらにぶっ飛んだ人気があります。人気の理由はもちろん収録カードの力ですね。ただでさえポケモンの中で絶大な人気を誇る V's、 このパックにはそれらのスペシャルアートが多数収録されております。他のパックでは、例えば目立って価格がつくカードって平均 2,3 週なのに比べて、 EV ヒーローズから出てくる V's の SR 以上は全てにかなりの価格がつきます。言い方を変えますと、開封してもアドが取れる率が非常に高いんです。恐ろしいパックでございます。その価格を先頭で引っ張ってきたのがこのブラッキーでございます。あとですね、ポケモンカードには、拡張パック、強化拡張パック、そしてハイクラスパックなど、パックにも種類が存在しております。1年を通じて、春から夏あたりに、後々価格がやばいことになる強化拡張パックが発売される。まあ、そんなちょっと印象があるんですね。例えば去年なら、そうです、6月16日に発売されたポケモンカード151、未開封ボックス、現在かなり高額ですよね。で、さらに一つ前、2022年は6月17日にポケモン GO が発売されましたが、思ったより不発。ですが、そのすぐ後、7月15日に発売されたロストアビスが価格を大きく伸ばしてきております。ロストデッキに必要なカードがわんさか入っており、ギラテナ SA の存在もボックス価格を上げている大きな要因でしょうね。このパックはロストにとって強化拡張パックと言っても過言ではありません。そしてその一つ前、2021年は5月28日にこの EV ヒーローズが発売。そしてそのすぐ後、7月9日に発売された送空ストリームも EV ヒーローズに続いて大変高額で取引されております。さらにもう一つ前、2020年は7月10日発売の伝説の鼓動と言いたいところなんですが、その前、2月7日に発売された強化拡張パック VMAX ライジングの方が高額で取引されておりますね。 VMAX ライジングといえば、ソニアが収録されているのも要因かと思われます。このようにハイクラスパック以外にも、1年間に1回以上は後々に爆発するパックが発売されてきました。2021年は要は EV ヒーローズだったわけですね。今年2024年も何が来るんでしょうね。楽しみですね。さて、話を戻してブラッキーの現状をトリチャさんのグラフで確認してみましょう。現在30万8000円でございます。こちら半年間を見たグラフです。この下落シーズンをよくこの価格で耐えたなぁと思うとともに、このカードの恐ろしさが伝わってきますね。9月は55万円だったようです。このトレチャさんのグラフ、PSA のような鑑定品の価格は反映されておりませんので、素体の価格ですからね。そしてちょっとこのグラフを30日間に
にちょっと切り替えてみましょうか。この1ヶ月はですね、右肩上がりのようですね。12月中旬が26万円で最安値、そこからちょっとずつ伸ばして、4万円以上上がったことになりますね。さらに右のショップさんを見ますと、カードラッシュさんとフルアヘッドさんしか持っておらず、在庫は各1枚しかありませんでした。カードラッシュさんの28万8000円が A-、 備品はラッシュさんとヘッドさんともに31万8000円でございました。やはり確定とまでは言えませんが、何か兆しを感じますよね。わずかずつでもいいので、このままずるずると上に引き上がってくれると大変ありがたいですよね。この子のような有名でそして優秀なポケカ看板カードというんでしょうか、そんな子がですね、相場を上げてくれてるんですよね。要は他のカードへの連鎖を起こしやすいカードなんです。ですからブラッキー VMAX が高騰するのは大変大きな意味を持ちますし、多大な影響があるとコロム氏は考えております。ここでついでに V も見ておきましょうか。はい、こちら半年前は5万5000円だったようですが、現在2万7000円とかなり下がっております。30日にして見てみると、そうですね、まだ影響が出ている感はありませんね。もし、VMAX がシングル販売の在庫がなくなり、買取価格も高騰してくるとなると、まず間違いなくこの V も上がり始めるでしょうね。そうやって考えても、やはり VMAX HR の動向は今後目が離せません。このレベルのカードたちの動き方で、他のカードの動き方も変わってくると考えて間違いないかと思います。もし、コロム氏と同じようにポケカ相場や動向が気になるようでしたら、しっかり見ていてもらいたい。まあそういった意味でこのブラッキーを紹介させていただきました。はい、次はこの子行きましょう。レックザ VMAX の SA でございます。2021年7月9日発売。先ほどもボックス価格が上昇していると紹介しました。ソークストリーム収録でございます。ボックスの取引価格が上昇しているのも、まあ、この子が原因と言っても過言ではないでしょう。では、トレチャさんで現在の状況を確認してみましょう。現在29万5千円ということで、やはり下落中の今も、ブラッキーと張っておりますね。半年前は42万8千円、最高値に届いた時は、ブラッキーと 1,2 万の差だったかと思いますね。はい、それではこちらも30日にちょっと絞りますと、1月5日が28万1千円ですから、まあ、約1週間で1万5千円ほど伸ばしたようですね。コロム氏はですね、ブラッキーは一度も手にしたことがございませんが、このレッグーザはですね、これ忘れもしませんね。ドライブ中ふと飛び込んできた、なんかあの外見かなり色褪せていた小さなリサイクルショップに呼び寄せられて覗いてみたんですよね。そしたらね、ソークストリームが定価より少し高めでボックス販売してたんですよね。コロム氏って基本このようなボックスも、それからもともと大好きなナイキのスニーカーなども、何でもその定価以上になっているものって手をつけないんですね。ですがなぜかこの時は購入したんですよね、導かれるように。でそのボックスからママちゃん、コロム氏の奥さんですね、が引いたんですよね。コロム氏がね、所有しているカードは一部オリパもありますが、ほぼ地引きですので、まあ、このように排出した時の思い出があります。ギラティナ V の SA は奈良市のでバラ2パックで買ったやつから出たり、ミモザは確か福岡のセブンイレブンで、それも2パックで出たりとか、結構覚えているもんなんですね。このレックーザも、定価以上で購入したボックスから出たため、しっかり記憶しております。出した当時は確か3万円くらいのカードだったと思います。発売が、これソークストリームって2021年7月9日じゃないですか。同じ年の11月9日。だから発売から4ヶ月後ですね。その時の買取表がこちらです。買取2万4000円ですから、やはりそんなもんだったんですね。ああ、ここブラッキーも載ってますね。やっぱりちょっと高くて3万円だったみたいです。はい。まあこうしてね、あの当時の買取表をいくつか保管しているんですけど、見ると面白いですよね。当時は当たり前でしたが、今見るとマジかよっていうカードばっかりですよね。さて、では同じソークストリームにはレックーザ V のスペシャルアートもありましたので、そちらも見ておきましょう。はい、現在3万7千円でございます。あ、こちらは V で比べるとブラッキーより高いんですね。30日グラフ見てみますと、やはりこれもまだ影響は出てきてないようです。まあでもブラッキーと同じく VMAX が動いちゃえばこの子も引っ張り上げられるとは思ってるんですけどね。
この部位の SA はですね、コロムシはちょっと狙ってほしいって考えている一枚なんですよ。ブラッキー部位のスペシャルアートより高額でしたよね。だからこの価格なのかはわかりませんが、前のね、結構前かもしれないですけど、の配信でもお伝えしております、スペシャルアートというカードはですね、かなりの種類が存在しますよね。するんですけども、トレーナーが一緒に描かれた部位のスペシャルアートって極端に少ないことをご存知でしょうか。コロムシが知る限り、ジュラルドン部位の SA かな、火花が一緒に写ってるやつですね、とこのレクーザ V だけなんじゃないかなと思いますね。あのルギア V もあの人を写ってるんですが、スパークっぽいですけど誰だかわかんないですね。トレーナーっていうちょっと分類になるかがわかりません。まあでもね、仮にルギアを入れたとしても3種類しかないわけなんですよ。ですからコロムシの中では V のスペシャルアートの中でも貴重種の分類としております。まあ気にならない方からすればね、どうでもいいことかもしれませんけどね。でもこの観点で見るから、ドリームリーグっていうボックスが貴重だっていうことも以前配信でお伝えさせていただきました。まあね、ちょっとこのあたりの話になると止まりませんので、また今度にしましょうか。とにかく、レッグザ V は SA の中でも特別。そして、VMAX は、ブラッキーと同様に相場の引っ張り役となる可能性がまだある。そう感じておりましたので、レッグザの紹介に至りました。さて、余談なんですけども、診断情報公開の件で、まあその中にですね、この子が出てきましたよね。一個前の配信でもちょっとちらっとお伝えしました、あの、ゲンガー EX でございます。ピカチュウと並ぶ大人気キャラクターですよね。151のね、マスターボールミラーの価格を見れば分かりやすいかと思います。はい、こちら、特性はですね、こいつがいる限り、相手は手札からエネルギーをつけるたびにダメージを食らうという太刀の悪さ。そして、技のトリックステップ。160与えた上に、エネルギーをベンチのやつに付け替えちゃう太刀の悪さ。いや、さすがゲンガーですね。これぞゲンガーといった感じで非常に嬉しいですね。で、今日お伝えしときたいのは EX の件ではございません。この子が出たことで、おそらく SR か SAR が出てくるのではないかと予想しております。となりますと、より貴重となる可能性があるのがこちらです。ゲンガー VMAX の HR でございます。EV ヒーローズ発売日にですね、同じ日にゲンガー VMAX というデッキセットがインテレオンタイプと一緒に発売されたんですね。確か定価は2700円だったかと思います。普通に出てくるカードはこちらのタイプ、これですね、が2枚入ってるんですけども、ごく稀にこれが1枚とスペシャルアートが1枚出てくるんですよね。それが今回のこの VMAX SA でございます。ゲンガーのスペシャルアートはここしか収録されておりませんでしたので、コロムシはずっと、貴重な1枚と考えておりました。他の SA とは排出量がまるで違うと考えているので、そもそもの分母に大きな差がある、要は少ないっていうことです。ただでさえ貴重と思っていましたが、もし新たにゲンガーの SAR が出てくるとなると、ちょっとしたら注目されるカードとなります。イラストも最高ですしね、貴重性から見てもほっとくわけありません。気になって仕方がなかったので、皆さんにはお伝えさせていただきました。さて、また色々とベラベラと勝手な考えをお伝えした動画となりました。毎回言いますが、参考程度でご覧いただく配信であることをお忘れなく、決して正解ではございませんからね。ということで、本日はここまで。また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。